最初は、あ、自分がこれやるのかと、どっちかっていうとこう驚きと衝撃とあの恐怖とやることがいっぱいだったんですよね。やっぱ台本読んでまずびっくりしたのはマシンガンだなんだ拳銃だって出てきた時にマジっすかと。今までまあいろんな不良役とかはやってきたんですけど拳銃には手を出してなかったので、まあ、まさかマシンガンをぶっ放すことになるとは思わなかったですね。そういう縦関係とかアクションがとにかく多くて、いや大変でした。何が大変ってまず相手が岸谷五郎さんじゃないですか。今まで僕がやってきたその不良だったりとか殴ったり蹴ったりする役っていうのは大体同世代の人にこうだ同世代の人と盾をやったりとかっていうのが多かったんで、もう本当に岸谷さんともお話ししてるんですけど、こんなにアクションシーンが多いドラマっていうのは珍しいんじゃないかと思いますね、うん、だから別にアクション映画とかアクションドラマなら分かるんですけど、決してこれは別にアクションドラマではないと思うんで、僕はそんな中でアクションシーンがめちゃめちゃ多いので、うん、面白いですよね。まあ大変でしたね。ゴーエイプ、城田優が演じている幸男はとても物静かでクールな役なんですが、そんな幸男どれだけ激しく暴れ回るか、ぜひ注目してください。以上、城田優でした。